シーズン前に今季の見どころについての動画を作った時に見どころとして取り上げなかった西のチームが2つありました。1つはフェニックスサンズで、もう1つはメンフィスグリズリーズ。ジャーモラントが新人王を受賞すると予想しておきながら、なぜグリズリーズを今季の見どころチームとして選ばなかったかと言いますと、プレーオフレースに入るまではまだ時間がかかると、今季はさすがにまだ早いかなと思ってたからです。しかし、なめんなよジジイと、まるで画面越しで伝えてくるかのように、この1ヶ月間若いグリズリーズは急に勝ち始めました。勝ち始めた理由について、例えばジャーモラントの化け物化してるコートビジョンとか、ジャレン・ジャクソン・ジュニアのヤニス風なあのサイズで何でもできるスキルセット、ディロン・ブルックスのスコアラーメンタリティとか、ディアンソニー・メルトンのスタッツシートには出てこないハッスル能力とか、そういう見どころについても話したいなと思ったんですけど、今日はあえて選手にフォーカスするのではなく、そういう選手を集めたり彼らの良さを引き出すことができている選手以外の人たちについて、あとはグリズリーズの急に明るくなった未来について語りたいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。皆さん、いきなりあれなんですけど、1年前のグリズリーズのことをちょっと思い出してみてください。なかなかいいスタートを切ったと思ったら、12月からズルズルと落ち始め、1月の半ばにはマイク・コンリーとマーク・ガソールのグリッド&グラインドの時代ももう本格的に終わりやなという暗い雰囲気になってました。気づけば2012年の7年の間に監督は3回に変わってて、2015年からプレーオフ1回戦突破すらできていない。 GM のクリス・ウォレスはグリッド&グラインドを作ったことは素晴らしかったかもしれないけど、そこで止まったままで今の NBAにアジャストすることができていなかった。方向性がないこのスモールマーケットチーム大丈夫かなと世間から心配されてたのがちょうど1年前のグリズリーズの状況でした。さて、現在7連勝中、西のプレーオフ枠にちゃんと入っていて未来が明るいチームというふうに見られてるグリズリーズですが、この12ヶ月の間で一体何があってここまで来れたのでしょうか。まずは去年のレギュラーシーズンが終わった直後にチームのフロントにいろんな動きがありましたよね。オーナーのロバート・ペラがようやく目覚まして、時代遅れのウォレスを GM のポジションから外し、同時にヘッドコーチの JB ビッカースタッフをクビにした。さらにはジェイソン・ウェクスラーを球団社長へ、そしてなんと30歳のザック・クライマンをバスケットボールオペレーションズのエグゼキティブ VP、まあ副社長かに昇進。ちなみにチームによってその GM 的な仕事をしてる人は誰なのかっていうのは違うんですけど、例えばトロントでは球団社長のマサイ・ウジリやけど、ロケッツでは GM のダリル・モーリだ、メンフィスではクライマンがその役を務めることになったんです。新しいエネルギーとアイデンティティを作り上げるためにチームを任されたクライマンが最初に言った言葉は、長い目で見てチームを前に進めていくでした。クライマンが VP になってからの最初のポジティブな出来事はドラフトロッタリーの日に起こりました。8位指名権が当たる確率が一番高かったグリズリーズはトップ3に入れる可能性はたったの 19% やったのに、なんと運よく2位指名権をゲット。もちろんね、グリズリーズにとっては2位指名権っていうのはタブーな言葉。過去にハシーム・タビート、ストローマイル・スウィフト、スティーブ・フランシスと苦い思い出がたくさんある数字ですが、今回のドラフトでは間違いなく大物になるであろう選手が2人おった。だグリズリーズはもう大喜びですよ。運がいいっていうこともフランチャイズの成功には必要なものなので、クライマンの VP としてのキャリアは素晴らしいスタートとなったわけです。いきなり未来が明るくなった。ね、もうザック・クライマンちゃいますよ、その名前おかしい、うん、もういっそのことザック・アカルイマンと呼びましょう。 Like who's Zach Climbing? Oh! Zach Ackerman。 Yeah, I know。 でメンフィスでもそうね、アメリカ人の間でもそろそろ呼ばれ出すと思いますよ。だそういう風に本間の名前で呼んであげましょう。ドラフトロッタリーの数週間後に今度はアカルイマンはテイラー・ジンキンズという、これまた若い34歳のポテンシャルのある新人監督を雇った。彼についてはまた後で、詳しく話しますね。ドラフト当日までいろいろとその2位指名権が関わるトレードオファーとかね、結構来てたらしいですけど、アカルイマンはそういうのに惑わされず、グリズリーズはしっかりとモラントを指名し、その後いくつか未来に向けてポジティブなトレードをしました。まずは12年間お世話になったマイク・コンリーをユタ・ジャズに放出し、去年のドラフトの1巡目で指名されたグレイソン・アレン、今季の1巡目指名権、まあ、それでブランドン・クラークを指名して、あとは未来の1巡目指名権
権も獲得。ほんで、ジェイ・クラウダーはサラリーフィラーとして、そのお金の関係でこのトレードに入れられたんですけど、一応今期のチームにも貢献できていて、うまくいけば彼のことはこのデッドラインでトレードして、また未来のアセットを獲得することができるかもしれない。チームが進みたい方向と逆方向に行ってたコンリーを一瞬にして、3、4本の1巡目指名権に変えるって、いや、さすがクライマーじゃない、明るいマンやなという初ビッグトレードでした。翌日、ウォリアーズが金銭的な理由でイグダラを放出しないといけないっていうことに気づいて、ニックスみたいなアホなチームがチンタラチンタラ躊躇してる間にグリズリーズはスーッと中に入っていって、うちが受け取りましょうかとトレードオファーをした。言い方悪くなってしまいますけど、ウォリアーズにとって余計な契約を取ってあげる代わりに彼らから一巡目指名権をもらい、まあ普通ね、気が弱い GM やったらイグダラを即バイアウトしてたかもしれないですけど、明るいマンはそういう他のチームとかメディアからのプレッシャーをものともせず、イグダラには申し訳ないけど君をバイアウトするのはちょっともったいないから、しないけど君をトレードできるまでは好きなことやってていいでと伝えた。ほんでもし今回のデッドラインで予定通りイグダラをトレードできれば、さらにもう一本一巡目指名権を獲得することができるかもしれないので、ほとんど何もせずにタダで日本指名権をゲットできたってことになります。ニックスには GM 的な仕事をしてるのがね、2人もいい年したおっさんがおんのに30歳の新人 GM に負けたってことですよ。こう千円札が2枚ね道に落ちてるのをニックスは見て、ふむふむ、お金が落ちているでないか、さてこれを拾うべきかそれとも拾わないべきか、普通に頭のいい人間だったら今すぐ2000円を拾うだろうけど、私はニックスだ、持ってるお金でとりあえずカロリーメイトを買いに行こうって考えてる間にグリズリーズに横取りされたという感じですね。他にもジェボン・カーターはいい選手でしたが、彼を放出しただけで今季キープレイヤーになってるディアンソニー・メルトンと未来の2巡目指名権を2本ゲットしたり、トレードが起こった当時はジョシュ・ジャクソンのポテンシャルを信じてやったトレードやっていう風に見られてましたが、今となってはジャクソンがたとえ開花しなくてもこのトレードはグリズリーズの勝ちと見ていいでしょう。デロン・ライトのサイン&トレードでも2巡目指名権を2本ゲットし、もうほとんど価値がないチャンドラー・パーソンズを放出して今季ローテーションプレイヤーになってるソロマン・ヒルを獲得。うまくいけば彼もこのデッドラインでトレードして2巡目指名権1本ぐらいならもらえるかもしれないし、 CJ マイルズとドワイト・ハワードを解雇するシンプルなトレードでも5ミリオン以上お金をセーブできた。もうね、2年前に絶好調でエクスパイアリングコントラクトやったタイリーク・エビンズをなぜかデッドラインでトレードせずに指名権や若手選手を獲得し損なったクリス・ウォレスとはもう大違いですね。このオフシーズン、ザック・アカルイマンの未来を優先するビジョンによってたくさんの若い選手や指名権をゲットすることができたグリズリーズは間違いなく大きなステップアップをしました。でも今シーズンに限って言えば、まあエクサイティングやけど雑なバスケが盛りだくさんなチームになると予想してた人がほとんどやったと思います。チームのエースたちはめっちゃ若いし、チームをまとめるのは新人監督、それに今季はまたタンクして高いドラフト指名権を引くことができれば未来にとってはまたねプラスになるわけやから、とグリズリーズに対しての勝敗的な期待は非常に低かったわけです。案の定シーズンの最初の2ヶ月弱は西ではビリから3番目ぐらいで、モラントやトリプル J のハイライトは見ててめっちゃ楽しかったけど決して強いチームではなかった。しかし12月の半ばにグリズリーズのプレーが上がってきた頃に明らかになってきたのは、このチームには新しいアイデンティティが芽生えてたということ。41歳のオーナー、30歳の VP、 34歳の監督、そしてイグダラ除けば一人も30歳以上の選手がいないグリズリーズは前の時代とはお別れをし、ページをやっと若い時代へとめくることができた。特に監督のテイラー・ジェンキンズの影響はチームにとってとてつもなく大きく、選手との信頼関係を作るのが得意なおかげでチームの雰囲気とかまとまり具合がめちゃめちゃいい感じなんです。ネッツの監督ケニー・アトキンソンが去年ブルックリンで一生懸命作り、今季少しずつカイリーにぶっ壊されていってるチームカルチャーと同じようなポジティブな環境をジェンキンズはグリズリーズでも作ろうとしています。ジェンキンズはアトキンソンと共に2013年から2016年までアトランタホークスのアシスタントコーチをやっていたので、その時から選手の育て方がうまいので有名やったアトキンソンのコミュニケーションの
の技を見て、いろいろと学んだんですね。そのスキルを磨いた上に、ジェンキンズは非常に几帳面、時間にいい意味できちっとしてます。これは一瞬小さいことに聞こえるかもしれませんが、チーム内でのミーティングとか練習とか移動とか全てが効率よく動いてると、選手たちもイライラせずに、この人は信頼できるな、何をしたいかちゃんと分かってる、ビジョンがある、ついていこうと素直に思いやすくなる。皆さんもそうですよね。仕事とか学校で上司とか先生が前々から会議とか出張のプランをちゃんと教えてくれて、まあ学校やったら試験とかプロジェクトになるのかな、自分の時間をリスペクトしてくれるリーダーの方がついていきたいと思えるでしょ。急に、あ、悪い、ちょっと今日残業頼むわとかね、あーちょっと今週末出張行ってくれるってしょっちゅう言う上司やと、やっぱその人のリーダーシップを疑ってしまうし、ついていきたいと思えなくなっていく。これは NBA の世界でも同じです。そういう上司もいるように、 NBA ではそういうコーチもいるわけです。そしてジェンキンズはもちろんバスケは大好きなんですけど、それと同じぐらい家族との時間を大切にしてる。だから選手にもそういうバスケ以外の自分にとって大切なものをキープしてほしいという思いもあるんですね。選手と話す時もバスケのことばっかりでなく、一人一人の家族のこととかにも興味を持って話し合ったりすることで、人間同士としての信頼関係も築くことができている。その証拠にエースのモラントは、ジェンキンズとは選手と監督の関係でありながら、時には兄弟、時には親子みたいな関係やと言ってます。こういうね、自分のことを人間としても考えてくれてるというような監督がいると、選手たちのモチベーションも上がり、監督のためにも頑張ろうという風なグループに、一体感のあるグループになっていけるんです。そしてオンコートのプレーに移りますと、ジェンキンズは10年ぐらい前にスパーズの G リーグのチームのアシスタントとかヘッドコーチをやってたんですけど、その時に、まあ、当時はその NBA のスパーズのアシスタントコーチをやってたマイク・ブーデンホルサーに気に入られ、後に彼と一緒にアトランタに行き、そして昨シーズンもバックスのアシスタントとして貢献した。ホークスもそうやったし、バックスが3をたくさん打ち出し、その結果ヤニスが MVP を受賞できたのも、実は3好きなジェンキンズの影響が大きかったんです。グリズリーズも今季3をたくさん打っていて、特にこの連勝中は本数がさらに増えています。そして今までのハーフコートゴリゴリオフェンスのアイデンティティをひっくり返し、今季チームはリーグで4番目に速いペースのチームに変わった。これはジェンキンズのモラントに対しての信頼がメインの理由でして、彼の速さを生かすペースでグリズリーズはプレーすることができているんです。じゃあ自身もこうやって自由に自分のスタイルに合ったプレーをさせてくれるジェンキンズには感謝の気持ちでいっぱいやと言うてました。じゃあだけではなく、このロスターにはいろんなことができる選手が多いので、そういう選手にとってもこのフリーフローなオフェンスは効果的なんです。あとは G リーグでのヘッドコーチやったとはいえ、やっぱスパーズのアイデンティティが染み込んでるんでしょうね。今季のチームにはスパーズらしさが見えます。ボールムーブメントを重視するシステムを使ってるグリズリーズは、アシスト数もアシストレーシオも両方ともリーグで1位です。若くてアンセルフィッシュでエネルギッシュなグリズリーズは今季エンジョイする気持ちを持ちながらプレーしてるのがすごくよく伝わってきてますね。だからまとめると、このフランチャイズの未来が明るい理由っていうのは、フロントのザック・アカルイマンと監督のテイラー・ジェンキンズが一緒に作り上げてる時代に合ったヘルシーでポジティブな環境がとても大きいわけです。どんなにいい選手がおっても、チームの環境を作るトップの人間たちがしっかりしてないと、バスケ以前の問題が起きて、選手たちはそのオンコートのプレーに集中できなくなりますからね。そのベースがちゃんとできたところに、フランチャイズプレイヤーのジャー・モラントが現れ、でもすでにおったジャレン・ジャクソン・ジュニアとか他の優秀な若手選手たちがおったから、今季も強くなってるんやと思います。まあまだ若いチームやし、トレードデッドラインで何をするかによってはスランプになってしまうこともあると思うので、彼らがプレーオフに絶対に出るとは言い切れませんが、一つ言えるのは、これからものすごい強くなっていくチームやと思うということです。すごい見てて楽しいチームなんで、また別の動画で選手それぞれの特徴とかに関しては話せたらいいなと思ってます。そして最後に、これだけ仕事できるフロントやねんから、頼むからゆうたくんの 2way を本契約に変えてくれ。でも頼みますよ、明るい今ね。もう出ないと俺が逆に言うクライマーになってまうわ。はい、まあ皆さんは今期のグリズリーズや彼らのフロントやコーチングスタッフについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。